アンタレス A1 はオービタルサイエンシズ社のアンタレスロケットの初飛行であり、シグナス重量シミュレーターを積載して2013年4月21日に打ち上げられた。射点はワロップス島の中部大西洋地域宇宙基地の例、A 射点であった。ペイロードはシグナス宇宙船の重量を模擬したものであり。 近地点高度 240km、遠地点高度 260km、軌道傾斜角51.6度の軌道に投入された。また、スペースフライトインダストリーズが委託を受けた、キューブサット4機が、ダミーペイロードから放出された。この打ち上げは、ここに至るまでの様々な取り組みとともに、NASA の商業軌道輸送サービスプログラムにおいて、大きなマイルストーンとなった。 主要なペイロードは直径2.9メートル、高さ5.0メートルで重量3800キログラムのシグナス重量シミュレートのフェニーチェットであり、電話の発明者にちなんでそれぞれアレクサンダー、グラハム、ベルと名付けられていた。この衛星はスマートフォンをキューブサットのアビオニクスとして利用する技術実証が目的であり、いずれも重量1.124キログラムで、 リチウム電池で駆動されていた。もう一機はコスメディアインクが製作した 3U サイズの地表画像取得実験機 W-1 で高度制御に地球の磁場を利用していた。ありがとうございます。